話を聞いた。はい。だがテロリストの仲間を。ですよね。と思った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 。連れてこいってか。一つあんたに頼みたい。マジで。彼女に渡したものがある。あ、渡すだけ渡すのね。はい。彼女が受け取ったらここに連れてきてくれ。依頼を受けた時楽に安全に移動できる装備をやろう。え、何それ。ガラクタを集めて修復した。あんたのために渡すんじゃない。あくまでも大事な荷物を確実に運ぶためだ。彼女が生きているなら頼んだものを届けて彼女を連れてきてくれ。そ、人をつな運ぶって初めてだね。もうね、時間が時間なので、とりあえず今日は温泉に入って、次回といってもね、来週なんだよね。いやー、ちょっとなんか気になるからここだけやるか。本当ね、ちょっとね、10時から見たい番組があるんですけど、受けます。もうだって次やるのが来週ですから。来週明日その研修に行くんで、金土日といないので、次やるのはね、もう来週なんですよ。多分来週までちょっと待ってない。うわ、遠いぞ。北東ってそんなに遠いの。まあ、分かった。でも受ける。カイラル砂時計は相当に壊れやすい。マジで。壊れやすい荷物は必ず手で持って。マジでめんどくさ。いや、それさ、大事に運べって言われてんのにいいの、それスピードスケルトンで。さらに速度が上がるけど、バッテリーを消費するから注意してね。あのガラクタの山からそんなものを作り出すなんて、埋もれさせておくのはもったいないわね。これ右トリガーを押しっぱなしでいけってことだよね。くっそー、頑張ろう。まあ、距離的にはかなりあるな、かなりあるな、かなりありますね。雨降ってる。バカじゃないの。うわ、思いっきり雨の中突っ込むじゃん。まあでも一地域だけだね。まあ開かれてるから見やすいといえば見やすいけど。あ、でもちょっと早いわ。あの山どうやって登るの、あれ。
ね。バカバカバカ。スケルトぐらい壊れてもいいけど、うっそ、あぶね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 、いった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 、ほい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 、あとどれぐらい、もうちょい。オッケー、抜けた。よし、晴れた。あー、着いた。これで仲間にならなかったらぶっ飛ばすぞ、あいつ。で、帰り道もあるんだよ。帰り道もあるんだよ。でもさ、生身の人間出てくるの初めてかもしれない。大統領以来かな。だってあれでしょ、あのなんとかマンと、あのデッドマンとか、あの辺もさ全部さホログラフィーだったよね、確かね。基本的に生身の人間は今までほとんど出てきてないんだよ。着いた、納品。あれ？ブリッジズの配達に、ね、あれ？あれ？さっきの可愛い子は？荷物は頼んでないけれど、危ないものではないですよね。あ、まさかこれにもう一度巡り会えるなんて、よく見せてください。あれ、なんかちょっと雰囲気変わったね、お姉さん。あ、すごいですね。荷物に傷一つついていません。本当にありがとうございます。なんかちょっとあ、時の経過というのは残酷なものみたいな、そういう話かな。やっとそのカイラル通信がつながるのね。彼女はすげえ素直だ。喜んで加盟します。よかった、ここでグレネード作れる。ちょっと泣いてんだよね、サムね。飛んだな。チャージ式対 BT ハンドガンだって、何これ。え、その説明はないの。お、今のはお母さんだったの。さあ、お願い、私を彼のところへ連れて行って。すげえ、生身の人間初めてかも。